はい、山に来てみましてね、これ熊の足跡ありますね。古いですけどね、多分昨日あたりの熊の足跡かな。雪降ってる時に歩いたんでしょうね。こう歩いて道にね来てます。道路の上をね人間みたいに歩いて、でこれね 手より大きいんで100キロは確実にね超えてる熊だと思いますね。まあここ保護区とね、境目なので、まあここはね見て通り過ぎるだけですね。保護区に行ってまあね冬眠するんでしょうから、まあ、その後ね熊をね追いかけても、捕まえることできないのでね、また違うところの、ね、山行ってね、捕まえやすいところのね熊をまた見つけたいと思いますね。だいぶ山をね追いかけてるんですけど、どこまで追いかけてもね足跡が新しくならないので、まあ、一旦車に戻ってね、まあ今日はもう午後になったんで、もうどこまでも奥山へと逃げちゃうので、まあ今日はねまあ捕まえることは難しいと思うので、今日は諦めて一旦帰りたいと思います。熊の体力はねほんと底知れないんで、人間の歩きではねなんかどこまでも追いつけそうにないですね。餌とか食ったりとか、その場所に留まっててもらえればまあ追いつくってことあるんでしょうけど、まあ雪もねだいぶ少なくなっちゃって足跡も見にくいですし、まあ今日は諦めて帰ります。それではね、さよなら。はい、帰ってきましたね。恋の状態はどうでしょうか。いや、山歩いてきたんでね、初漁で今年初めてね山に行ったんで足が筋肉痛ですね。まあ何回もね山に行ってるともう筋肉痛もなくなってね、まだまだね体力ついてね筋肉痛もなくなるんですけど、今年 初のね狩猟に出かけてみましたけど、まあ獲物は取れなかったですけどね、これからね雪がどんどん降るとね獲物たちも歩きにくくなるのでね、何かねイノシシとかね、まあクマもね冬眠までまだこれから、まあ、狩猟をね楽しめるかなと思いますけども、まあ鯉の餌はね自動でやって、温度もね18度ぐらいですね。麓から5キロくらい歩いてね、ようやく、100メーターぐらい先にでかいイノシシ見つけたんですけど、2発ほどかけたんですけど、当たんなくてね逃がしちゃいました。影に行っちゃったのでもうね疲れたのでおしまいですね。昨日は熊でね、今日はねイノシシ。そう簡単じゃないね、イノシシね捕まえるのはそう簡単じゃない。ちょっと夕方になっちゃって暗くなったんですけど、まあ山行ってきたんでね、仕事もちょっとしないといけないので、ヤフオクのね鯉を撮影したいと思います。搭載ですね。ちょっと変わったものも出すか。暗くて見えない。あ、日中遊んできちゃったんでね、夕方になっちゃいましたね。
はい、ここからいいところねピックアップして、写真を撮っていきたいと思います。はい、昭和3ショップになりますね。こんな感じの、はい、大きさ26センチになりますね。はい、まだ墨が出てないですけどね、大正3色になりますね。こう片墨とかね出てきそうな青墨はまだありますね。墨待ちの大正3色ですね。はい、大きさ20センチになりますね。搭載ですね。はい、紅貴国竜になりますね。水槽飼育で良さそうな紅貴国竜です。はい、18センチになります。はい、黄金ドイツになりますね。鎧、鏡鯉ですね。側線に鱗がある鏡鯉です。はい、16センチになりますね。はい、大正3色の、搭載の大正3色になりますね。はい、18センチになります。はい、はい、また大正のね、大正3色の、搭載になりますね。はい、18センチになります。はい、山吹黄金になります。はい、20センチになりますね。はい、また墨が出てないですけど、大正3色になりますね。こんな感じの模様の、はい、はい、22センチになりますね。はい、大正3色の単調になりますね。ちょっと単がね脇にずれてますけど、まあそこはご愛嬌ということでね。13センチくらいですね。はい、銀鱗のプラチナになりますね。はい、16センチくらいですね。はい、変わり鯉ですね。秋水と貴国竜の愛の子ですね。はい、18センチくらいになります。はい、大正3色の搭載になりますね。18センチになります。はい、金昭和になりますね。黒金昭和ですね。はい、27センチになります。はい、オレンジの川鯉ですね。つるんとしてね、鱗がないです。はい、22センチになりますね。金色の金昭和の切れ長になりますね。ロングフィンですね。15センチぐらいになります。はい、続いて庄内金魚ね、一本比の庄内金魚ですね。綺麗な一本比してますね。はい、18センチになります。はい、また庄内金魚ですね。はい、22センチぐらいですね。はい、菊ジャックですね。黄色い模様は少ないですけどね、くちばしが黄色くなっててね、可愛いですね。で、25センチになりますね。クロモンの松葉ですね。顔がいかつくてね、かっこいいですね。はい、24センチになりますね。これ平成錦と貴国竜の愛の子ですね。大きさ17センチくらいです。はい、いかがでしょうか。はい、木鯉の鎧鯉ですね。鱗がね、大きい。鱗がね、大きくてバラバラとしている鎧鯉ですね。はい、24センチになりますね。はい、青いね、貴国竜になりますね。はい、22センチになります。はい、銀鱗の木鯉ですね。はい、13センチになりますね。はい、今日はねちょっと工夫しまして、屋根の方にね、ライトを2つ設置して、夜ねもう6時過ぎてるんですけれども、まあこんなところを撮影してみました。まあ大正三色とかね、変わり鯉とかね、まあ搭載ですけど、まあこんなようなところね、綺麗な、あと庄内金魚とかね、まあ、下の概要欄からねアクセスしていただいて、入札のほどお待ちしております。それではね、さようなら。